ワシントン州ロスレーク国立保養地の表示版。国立保養地はアメリカ合衆国における保護区域である。初期の国立保養地は推理再生利用局及び国立公園管理局間の提案書によって確立された。最初の国立保養地はボルダ・ダム国立保養地であった。この国立保養地は後にミード湖国立保養地へと名前が変更されている。 1963年、雇用諮問委員会は、国立保養地の設立基準について基準が明確に、された大統領府政策を発行した。1964年10月8日、連邦議会は、ミード湖周辺の地域を最初の国立保養地として定めた。1965年には、スプルース・ノブ・セニカ・ロックス国立保養地が森林局によって管理される。 最初の保養地となった。1972年には国立公園管理局によって運営されるゲートウェイ国立保養地が議会によって設立され、これにより初めての都市型国立公園となった。かつては国立保養地の一つであったクヤホガバレー国立保養地は2000年10月にクヤホガバレー国立公園へと再指定されている。これらの国立保養地は 様々な連邦政府の機関によって運営されており、その多くは内務省内市農務省によって運営されている。いくつかの国立保養地は公園管理局、一つは土地管理局、その他は森林局によって管理される。ありがとうございます。